どうも、ひーちゃんです。今日はね、9月24日火曜日、になります。今日はね、朝一、六甲山行って、その後家帰ってきてから仕事行って、仕事して帰ってきた、ところなんですけど、仕事の終わりに、ちょっと立ち飲み屋に行って、お酒飲んで今帰ってきました。ということでね、ちょっとだけ、軽く酔っ払ってるんですけど、家では飲まないんで、外でだけ飲んでます。でね、今日朝六甲山行って、この間の、今日火曜日なんで、月曜日が祝日の振り替えだったんで、月曜日ヒルクライムして六甲山行っても山頂がね、やっぱり寒い。で、途中の番滝っていう交差点とか、まあ六甲山の、まあ中間地点で、まあ19度ぐらいだったかな。ぐらいで、山頂付近がそこからちょっと2度ぐらい低い、16度、17度ぐらいなはずなんですけど、やっぱりね、ちょっと上で、汗びえしてみんな喋ってたら寒くなってくる。って感じで、みんな、まあ半分ぐらい、3分の1ぐらいの人らは、まあ、ウィンドブレーキが来たりとかしてダウンフィルしてたんですけど、まあ自分はね、まあちょっと寒いなと思ったらもうちょっと我慢して、まあ番滝っていうところまでね、降りてしまえば平気なんで、そこまでの、8分間、をね、どんだけ我慢するかっていうのがね、今から秋、後半から冬のね、六甲山は、それがね、いつも、みんなで、毎年、どうすんねやっていうのが話題になってるんですけど、まあ、電熱グローブに、がどうのこうのとか、電熱ベストやとかね、そういうわけのわからへん会話を毎年してて、毎年進化がないんですね。で、それで毎年盛り上がってるわけなんですけど。で、今年はね、まあまあ、今、秋の初めぐらいなんですけど、去年ぐらいから話題になってるというか、安くていいよって言われてる、この、モーゼンさんのね、商品をね、僕ちょっと気に入ってて、ジャージは一つかな。で、下のパンツも一つだけ買って、使ってるんですけど、めちゃめちゃいい。で、まあ、広島の会社、で、私カープファンなんで、広島の会社いるだけで、ちょっと応援したくなるんで。でね、今回、ジレをね、買いました。で、開封していきたいと思います。色はね、いろいろ、まあ、あったんですけど、この、あ、真っ赤っかはちょっとね、あれやったんで、真っ赤っかいうのがなかったのかな。で、この、なんて言うんだろう、阪急電車色。阪急電車知らん人多いか。なんとも言えない、この小豆色みたいな感じのね、やつを買ったんですけど。タグを切って。まあ、こんな感じ。サイズがね、L サイズ買いました。下はね、ジャージのね、下はね、ちょっとね、前 M 買ったんですよ。M 買ったらね、ちょっとね、きつくて、まあ、お前が太ってるだけやろって言われたら、そんな感じなんやけど。170、僕ね、177センチ。この間、健康診断行ったら178センチありまして、1センチ伸びてたんですけど、53歳にして。まあ、そんなどうでもいいんですけど、まあ、その体型で L サイズがちょうどいい。パンツはね、M だとちっちゃいですよっていう感じなんですけど。まあ、ジレはね、別に大きかろうがちっちゃかろうがどうでもいいんで、ピチピチよりも、まあ、ちょうどのサイズがいいかなって思って買いました。前はね、この辺はシャカシャカ系、ウィンドブレーカー系の生地で、後ろが、通気性のいいような、ちょっと、まあ、透けてるな。こんな感じの、後ろがこんな感じ。で、バックポケットは普通にありますよ、と。で、バックポケットの横に、ジッパーとかね、そんなもないですよっていう感じですね。で、メイドインシナです。チャイナ。ね、100%ポリエステル。ドントストアダンプ。わからん。って書いてます。まあ普通にね、洗濯したらいいんやろって話だけど。まあ、ラファとかね、そういうね、高級なやつはね、
か使わないんですけど、これなんやろ。あ、真ん中のポケットのとこになんかこの紐ついてて、キュッてして縛れるようになってるんやけど、これ何のためにこうするんか、これちょっとよくわからへんねんけど、まあなんか縛って物落ちひんようにできるんかな。まあそんな感じのがついてました。まあメイドインチャイナなんでね、まあこの価格帯なんで、これで4000円ぐらいやったんですけど、まあラファとか考えたらね、全然安いし、お買いどこかなと思うんですけど、去年ね、ラファ買ったんですよ。あの、貧乏人やけど。で、ラファ買って、2回使って3回目使おうかなと思って、3回目で落としました。まあ、だからラファはね、ちょっとね、もう縁がないんやろと思って。177センチ、72キロ、73キロぐらいかな、今。の人間で、こんな感じ。今、まあ、座ってるんでね、ちょっとあれなんですけど。まあ、全然、あの、きつくないし、緩くない。もっとピチッとしたのがいい感じかなと思う人は、177センチ、73キロの男で、こんな今、ちょうどいいんで、まあ、160センチ台、170センチ台前半ぐらいにしては M でいいんかなと思います。でも前がね、ちょっとあの伸びる生地じゃないんで、まあ、ジャストで着たらいいんかなと思います。僕で L なんで、これで M 着るとね、ちょっとしんどいし、このお腹周りの、この今ちょっと座ってるんであれやけど、チャックね、閉めたらお腹周りが今ちょうどいいんで、まあ、私より痩せてるよなっていう感じの人は、まあ、ワンサイズちっちゃくてもいいんかなと思います。もうちょっと小柄な人とかは。こんな感じ。まあ、こんな感じなんでね。まあまあ、物的にはでもこんなもんかな。って感じ。お値段以上ではないし、お値段そうかなって感じ。でもね、なんかあの、よくある、アリエクとかで買うね、ようわけのわからん、ラファのバッタモンとかね、ああいうのとか、まあ買ったことはないけど、この縫製もね、悪くないんですよ。なんか、ほつれまくってるとか、糸がね、ピーンって一本出てるとかっていうのがないんで、まあ、物的には、検品はね、しっかりされてるんじゃないかなと思います。まあそういうね、メイドインチャイナやからいいか悪いかとかっていうのはないと思うんですけど、製造任せるにあたって、そういうね、こういう品質チェックだよとかっていうのをやってる会社やったら、僕何も問題ないと思うんで、ただまあ、トクワの国がどうのこうのとか政治的なこととか言う人はね、ちょっと合わへんかなと思うんですけど、まあ、物的には悪くないと思います。まあ、この辺が、ちょっとまあ、パツパツのジャージ生地なんで、シャカシャカ生地なんで、まあ、その辺がね、伸びにくい生地なんで、いいか悪いかで考えたら、まあ、その辺が、まあ、お値段に反映してるかなっていう感じなんですけど、まあ、これはね、ジレとかをね、着まくって、なんていうのかな、中途半端な時期に、寒くなかったらいいんで、これを着倒して、洗濯し倒して、まあ、2シーズン、3シーズン使えたら、全然、1シーズンでも元取れると思うんで、全然これでね、多分この、品質やったら2シーズンいけるかなと思うんで、まあ、買ってもらったら、それで全然元取れるかなと思います。モーゼンについてはね、なんかよく、Amazon で、出てくるんで、ロードバイク系で探していったら、使ってみたいけどどうなんかなとかっていう人とか多いと思うんで、お小遣い制でやってるね、貧乏サラリーマンローディーとかはね、そんなに悪くない。色目も。だから、お前貧乏人やな、みたいな感じで思われたくないとか、あと、関東系の人らとかね、見栄を張りたい人とか、そういう人らとかをね、まあ、ラファ買っとけよって思うんやけど、まあ、そんなんはね、まあ別に気にせえへんよっていう僕みたいな、寒くなかったらええねんっていうようなローディーはね、全然おすすめできる品質かなと思います。
こんなん、あの、ジレごときで、あの、マウント取るような人なんかいないし、あの、ラファ来てね、あの、みんなでラファ来て、みんなでライドしようとかって言ってるあの、ラファのね、あの人たち、まあ、それはそれで楽しいんかな、お金持ちの人らは。まあ、関東系の人らとかね、あの、見えっ張りの文化の人らは、そんなん来て喜んでるんかもしれへんけど、まあ、でもそんなん逆にかっこ悪いやろと思って、どう見てもかっこ悪いと思うんで、逆に、あ、はいはい、ラファ来てるんやね、みたいな感じでしか僕は思わないんで、そんなんしたいっていう人はラファ来てもらったらいいと思うんですけど、まあ、ラファだけじゃないんやけど、全然、おすすめできる品質かなと思いますんで、ワークマン落ちするぐらいやったら、これ来た方がいいかなと思います。ワークマン、僕大好きです。靴下とか、着てるんであれなんですけど、ワークマンさんも悪くないと思うんですけど、まあ、これ全然悪くないんで、4000円ぐらいで買えるんで、ということで、まあ、後ろは今、次ね、クムクム言ってほったらかしにしてるビゴールさんの黒森ピストがあるんですけど、まあ僕みたいなね、貧乏人はこれでいいかなと思いますんで、貧乏人じゃなくてもね、そんなにおしゃれにこだわらない人はこれでいいと思います。で、僕みたいなね、彼女もいてない、独身、53歳の、しょうもないおっさんはこれで、今年のね、秋はこれで乗り切ろうかなと思ってます。僕みたいなしょうもないね、おっさんローディーでよかったらね、デートしてもいいよ、サイクリングデートしていいよっていう女性の、サイクリスト言ってたらね、ぜひコメントください。私のね、しょうもないチャンネルは99.9% 男性しか見てないっていうことをね、データで分かってるんで、まあ、全然気にしないんで、お友達とかでね、女友達が、彼氏欲しがってたよとか、っていう人がいてたら、ぜひ彼女紹介してください。お願いします。今日はモーデンさんのジレの開封動画でした。ご視聴ありがとうございました。しょうもない動画ですいません。